あ、間違えた。なんだっけ、何に書けばいいんだっけ。リンク貼れ、どうしたらいいんだろう。ファンの方にじゃあ助けてもらおうと思う。頼んだ、ツイッターで配信やってるからよ、見てねって。配信やってるからよっておかしいね。配信やってるからみんな見に来てねって共有してください、お願いします。全然スピンじゃない、嘘。もう完全に唇だけ塗りました。爪とお揃いになった。え、テロップなんて書こうかしら。どうしようかな。あ、こうしよう。ちょっと待ってね。くちゃいちゃ。はい、オッケー。初めて iPad で配信してます。てか本当ごめんなさいね、こんな格好で。今日は朝からレッスンしてました。ボサボサ。初めてね、 iPad でやるから携帯が使えるんですよ。これ私の携帯、透明のケースに奈緒さんがくれた誕生日プレゼントにくれたね、なんだっけ、ピアスとかイヤリングのお店のなんていうの、これなんていうんだろう、やつ挟んでます。この下はね、ノルディのタグです。そう、11にしました。2個使いやっぱり楽です。この iPad で振り覚えたりするので楽ちん。今日結婚して半年経ってよ。半年記念日おめでとうございます。幸せだね、いいな。色同じ、イエーイ。 iPad のケースはどんなの。うんと、あのヤフーショッピングでポチったやつキーボードついてるやつです。でも今はちょっと配信するからキーボード取っちゃったけど。確かに熱くならないっていいね。 iPad は一番新しいやつを発売日に買いました。タブレット達人、名人だった。 iPad の調子いいですよ。でも5ギガしかないから、あの Wi-Fi モデルにしてるからね、全容量足りない。アプリは何入ってるの。うんと、ショールーム、ドロップボックス、あとなんだっけ、ズーム、Amazon プライム、アベモビデ、ママがいる。ママが一瞬入ってきました。すぐどっか行っちゃったけど。ネイルかわいい。昨日？違う、今日だ。今日新しくしました。じゃーん。今日早起きしてちょっと時間があったので変えました。なんか秋っぽくしたくて。じゃーん、ワントーン。P4U ライブも楽しみにしてるね。あー、確かに12周年終わったらすぐだ、すぐアイヤライブがありますね。アップルペンシルは使わないの？
使わないかな、私には必要ないです。今んとこ iPad は32ギガだ。32ギガだけど iCloud のなんかが5ギガみたいな書いてあった。で 4.5 まで使ってるから気をつけてねって言われました。そう、めっちゃ好きなんです、このさ。でもこうやって見るとなんか赤感強いけど、なんか紫、すっごく赤とピンクに似た紫みたいな色してます。かわいい秋。じゃ塗るの上手になったんですよ。ファッション for you 今度の曲も楽しみです。めっちゃいいですよ次の曲。私自分が今までで、よいしょ、一番ポジションがいいっていうのもあるかもしれないけど、私今までの曲で一番タイプかもしれない。もう好きすぎて、仮歌、その仮の音源とか歌詞が来た時からもう好き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 言いすぎて、みんなにめっちゃ言われましたもん。めっちゃ好きじゃんって。衣装も可愛いし、曲調も可愛いし、歌詞も可愛いし、振り付けも可愛いのよ。全部可愛いのよ。だからめっちゃ楽しみ、披露が。好きすぎて。めっちゃ可愛い。本当に超タイプなんですよ、私の。超タイプの曲？めっちゃいい、本当に。そう、油断したら口ずさみそうだからあんま喋れん。めっちゃいい曲。もうね、好きすぎて結構なんか、なんていうの、急遽振り入れして CM 撮って、その後しばらく披露しないってなると振り付けとか結構忘れちゃうんですけど、もう今完璧に踊れるもんね。4位だっていっぱい映ってそうだね。ね、だからちょっと、そう、急遽だったんです。振り入れが前日の夜にあって、もう振り付けはフルバージョンで振り付けしたので、もういつでも1番から最後まで2番もいつでも披露できます。私たちもうね、何もヒント言えないからちょっとあれなんですけど、超いい曲です本当。俺はさきぽんが好きすぎるよね。キュンです。6期全員集合が熱いぜ。みんなで写真撮りましたよ、6期で。しかも私のこのスマホちゃんで、めっちゃいい写真。みんなで、ね、いろんなの撮りました。なんかみんなさ、やっぱりファンの方のおかげでゲームの選抜に入れたわけだから、なんかこれどんどん使っていきたいね、この画像みたいな感じで、次もし6期でグッズとかやるときやったらこの写真使おうよとか、そういう写真いっぱい撮れました。めっちゃいい。だから解禁されたらすぐ写真載せるので皆さん楽しみに。めっちゃいいですよ、写真もいい。漢字一文字で表すと難しいな。漢字一文字で表すと、恋かな。表情で表すとって感じ。かわいいってきた、ありがとうございます。あ、ブーブー言ってるよ携帯が。こういうことありえるんですね。 LINE、 この携帯に変えてからね、何も初期設定をいじってないんですよ。だからね、 LINE がね、鳴るのよ、来ると。 LINE とかあのインスタでさ、メンバーのライブ配信が始まったり、ことあるごとにブーブー言っちゃう。もうちょっと CM 選抜なんじゃもうやめます。私多分言ってしまうので。なんかさ、 iPad にしたらさ、コメント見れる量が増えました。めっちゃいっぱい長、何、なんていうの、幅が広い、めっちゃ見やすい。ゆまこさんになってしまう、懐かしいな。さきちゃんの iPad って Wi-Fi？ Wi-Fi です。 Wi-Fi モデルの 32GB です。わ、久々じゃないこれ、この、これこっちか、こっちなんだっけ。
テン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 。センス持ってくればよかったね、毎回。ありがとうございます。なんかさすっぴんで配信するとさ、私眠たそう。まあ寝てたんですけどね、1時間以上、うん、違う、1時間も経ってない、起きてから。ピンでも可愛いです。ありがとうございます。疲れ取れましたか？めっちゃ疲れてます、まだ。もうね、制服の目公演のリハだったんですけど、今日はやられるね、体がしんどいもん。でも超楽しいけど、やっぱね、私パジャマドライブ公演と制服の目公演出るんですけど、なんか正味比じゃないぐらい大変。なんかでも両方難しくて、パジャマドライブ公演はなんかアイドルらしさがギュッ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 って感じで詰まってて、なんかもうあれはアイドルとしての表現って感じで、なんかちょっとした仕草とかちょっとした表情とか、なんかそういうのがすごいなんか難しいなって思うし、やったことがない公演なので余裕もないから大変っていうのもあるんですけど、なんか体力的に厳しいっていうよりかは、なんて言うんだろう、いや精神的にじゃないけど、そう、難しさの質が違うって感じで、もう制服の目公演はただただ体力を使う。なんかさ、ジェラシーのアリバイとかピノキオ軍とかさ、もう基本的に腰をこう曲げてるわけよ。でなんかずっとこう、うわいやいやいやって感じだからさ、もうずっと動いてるのよ、止まらないの、制服の目公演は。パジャマドライブ公演はアイドルって感じだから、なんか顔意識っていうのも多いけど、もう顔なんて構ってられないのよね、制服の目公演は。だからね、本当に死ぬ気でやってるし、死ぬ気であれやってる、詩人のジャンプ飛んでる、で息止まる一瞬。頑張ろう。お、合格キスのメガネサキポ見れるの楽しみ。そう、あ、今日もメガネしてるけど楽しみ。私合格キス大好き。あ、言って制服メイクも全部好きなんですけどね。ユニットなんだと思いますか？この間なんかインスタライブでも聞いた気がするけど、制服のメイク公演のユニットは何でしょうか？これか、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 なんでしょう。思い出以上、枯葉、万華鏡、狼、パジャドラ、あれか、狼か枯葉、狼とプライド、第6巻万華鏡、狼多いな。予想か、希望は狼、予想は万華鏡。あ、なるほどね。思い出以上、全然わからん。ルーちゃんと狼、枯葉、第6巻万華鏡、枯葉、狼、思い出以上。全部はすごくない？どんな早着替え。第6巻狼、めっちゃ狼だね、みんな。今とか8割ぐらい狼な気がする。枯葉見たい。全部センターもちょっとびっくりよ。何でしょうか。これもね、答えが言えないのでお楽しみに。あと、パジャマドライブ公演は何でしょうか。これか、これか、なんかさ、パシャドラの公演ってさ、ユニットの順番がさ、覚えられないんだよね。あ、これか、これか、
これか。ピュースとパジャドラ、パジャドラパジャドラ天使、純情主義、パジャドラパジャドラ天使、パジャドラわがままの流れ星は逆上がり声ですね。テモデモ、パジャドラ天使、テモデモ、パジャドラ天使、天使、テモデモ、天使とテモデモとパジャドラが多いかな。ちなみにやったことあるのはパジャマドライブ公演はアップカミング公演でずっとやってて、ツアーとかでもやったことがあって、純情主義もフルバージョンで一回ジュリナさん、あ違う、あかりさん、あれジュリナさんだっけ、いやジュリナさんだったかな、とゆずきと3人でフルバージョンやったことあります。でもそれ以外の3つはやったことないんですよ。だから何になるでしょうか、楽しみに見て。これ隅っこ暮らし、妹がねショールーム始まる前にね作ってくれたコーヒー牛乳、うんうん、おいしい。すみっこ暮らしはね妹が好きなんですよ。私はキャラクターだとね好きなのはスヌーピーとかキャビアとかミッフィーが好きです。ミッフィーのカフェめっちゃ行きたいんです。名古屋にできないかな。そう妹優しい、手添えなくてもなんか裏がってなんかバーコードいっぱい書いてあったから、可愛いですよね。確かこれ安いとこで、安い300円、わかんない、なんかどっかで買った気がする。名古屋にスヌーピーカフェあるよね。私スヌーピーカフェ東京でしか行ったことないんですよね。スヌーピーめっちゃ好きです。なんかルーちゃんの誕生日プレゼントにスヌーピーショップに両派と行ったんですよ。ルーちゃんに欲しいもん聞いたらスヌーピーじゃないミンフィーの何かがいいですって言ってたから、二人でミッフィーのショップ行ったらなんか可愛すぎて自分も欲しくなったっていう。ミッフィーめっちゃ可愛い、見て、でくちばってんだから飲食できない。確かに、何の通知だ、開かないと分かんない。今日もピアスかわいいね、回ってる。なんか私揺れるピアス持ってるの、ん、ほとんど揺れるピアスなんですけど、めっちゃかわいい、ありがとうございます。揺れないピアスがねあんま持ってなくて、これはビビアン先生のやつです。揺れない、やっぱねレッスンの時はつけたり外したりしますので、やっぱねつけやすいし荒れないから、すごいこの子重宝してる、可愛いし何より。ビビアン先生です。でも普段は、あでもこれつけてること多いですね。普段は結構長めに垂れる、好きなピアスのお店があるのでそこで買いますね。すっごいさ、今日レッスンだったからさ髪の毛ストレートもかけてないの、ね、ボサボサ子だからポニーテールにしちゃった。バングル欲しい、バングル欲しいよ。私もめっちゃずっと欲しいと思って探してる、こういうやつね、こういうやつ。そういえばさ、この iPad の画質っていいんですか？携帯よりいいとかなんかそんなあるのかな？いいよ、めちゃめちゃいい、画質良くなった、よかった、いつもと一緒な気がする、画質いい、めっちゃいい、前よりいい。あ、でもほとんどの方がいいって言ってる、よかった。ちょっとすっぴんの時に良くなるのもあれだから携帯でやればよかったかな。まあいっか、iPhone のほっぺのほぐろが見えるぐらい。
ほくろね、お気に入り。でもあんま存在感なくていつもあんま言われないんだけど、私の大好きなおばあちゃんもあって一緒だったんですよ。かわいい。ちょっと暑くなってきた。ポケットからキュンです。すぐぶつける机に。今日の服はレッスン着はストゥーティーストゥーシーでございます。ストゥーシー好きなんですよね。私ストゥーシーのレッスン着多いかもしれない。ストゥーシー最近はストゥーシーかノルディかどこだろう、ミルクフェードが多いかな。キャワ、でも基本的に上が白で下が黒が多いのかな。今日なんて全身真っ黒で間違えたと思った。なんかスタッフさん、なんかさ、スタッフさんはステージの裏で目立たないように両方ってか全部黒なんですけど、舞台裏ではなんか私もその中に混じってるぐらい全身黒でした。T シャツもズボンも。生誕グッズ？ああ、生誕T？何も言ってなかった。ナイス。ありがとうございます。あ、センス。そう、生誕T。生誕Tね。え、めっちゃ買ったよってみんな言ってくれる、ありがとうございます。そう、今回は白にしました。昨日じゃない、去年黒にしたので今年は白にしました。なんか私自分がめっちゃシンプルなやつが欲しくて、なんなら普段着たくて、普通に自分がね、理想はなんかファン、SKE のファンの方ならっていうか私のファンの方ならわかるけど、そんななんていうの、アイドルのグッズには見せたくなかったから、すっごくシンプルになりましたが、私はすごく好きです。ありがとうございますみんな。めっちゃシンプルになった今年、めっちゃ着たくて自分、サーナとのコンビ名確かに懐かしいな。でもめっちゃ、でもあんなにシンプルなのにめっちゃこだわりました、あの字体とか。多分私最多って言ってた気がする、あのやり取り、そのグッズの方との。この事態は嫌です。嫌ですとは言ってないんですけど、いやこっちがいいですみたいな。背中の21っていうローマ文字みたいな、わかんない、それもめっちゃ言いました。いやこうじゃないんですよって。だからあの形になるまでめっちゃ時間かかりました。ST のこのなんていうの、バランスもめっちゃ見ました。あんなにシンプルなのにめっちゃこだわったっていう。シンプルがいいに難しい。そうね、まあシンプルすぎたかなとも思ったんですけど、まあ自分が着たいデザインになったからいいかなと思って。なんか私ね、最近レッスンの時はもうレッスン着で基本いるんですよ。ずっとレッスン着で移動もするし、ご飯も食べに行くから、なんかちゃんとレッスン着着たくて、なんて言うんですか、外にも出れるレッスン着でいたくてっていうね。
松村香織かパハ。でもこれとかも結構おしゃれでしょ。ズボンとかもなんかザ・ジャージってやつは着ない、私履かないです、あんまり。全然外で見てもおかしくないようなズボン履いてます。パジャマでは出かけないです、私。パジャマはザ・パジャマって感じだから。トートバッグもあれめっちゃ自分が使いたくて白にした。うん？うん。去年黒でしたもんね。なんかさ、去年のバッグめっちゃ好きだったんですけど、めっちゃ埃つきません？私だけ？だからなんかめっちゃ埃取って使ってる今も。だからめっちゃ埃目立つわと思って白にしました。だから白だったら目立たないってメンバーが言ってたから、だからね白にしてみました。どうなんだろう、つくよねやっぱり。あ、ぜひエコバッグで使ってください。白使いすぎるとどんどん黒くなってかなるほどね。じゃあ来年は色付きにしようかな。なんかさ、いや今年はデザインの時間がなんか早くて、例年より11月なんですけどめっちゃ早くて、なんかもう夏前だったかな。でしかもなんかちょうど忙しいのが始まったぐらいにデザインのお願いが来て、本当はこういうショールームとかで一緒に決めたかったんですけど、ちょっと諦めた。発売早いですよね、思った。販売も早いのね、予約だからか。なるほどね。あ、今配信してる声入るパパが来た、パパが。そこにいるの？めっちゃパパって書かれてる。ジムリビングでやってるんですよ。特等席で見ないでよ。特別ゲスト。リバンパパでよく出る。あ、そうなんだ。パパいいな。パパ最善。どうせパパ羨ましいパパアルコール入ってないと思いますよ声入るなんて入る パンツあげなきゃよ。最近の購入品じゃあ紹介します。いきなりって思うでしょ。私も思った。無印で買いました。じゃん、これ私がいつも使ってる化粧水、クリアケア化粧水高保湿タイプ、これめっちゃいい。これと乳液超おすすめ。これはね、キメや毛穴に効くらしい。
ちゃいい匂いなんだよ。同じやつ使ってる。お、嬉しい。メンズでも使えますよこれ。しかもね、高くないのよ無印さん。いい値段なのよこれ。おすすめ。これね、私がいいって言いすぎて友達もめっちゃ買ってたし、リョウハとこれ使い始めたんですよ。最初一緒に無印行って、これ気になるね、いい匂いだし買ってみようって言って、これだからぜひこの肌になります。私の肌は無印でできて、そしてすごくしゃくしゃくな、久々にここで買いました。お買い物した。リゴリゴでこちらを、うん、こちらを購入しました。じゃーん、ビーズの指輪、可愛くない？2個。ちょっとまだこれ切ってないから、ちょっと、しかもめっちゃ安かったよ、600円。こうやって可愛いと思って買っちゃった。しかもなんかこの値段でさ、だからなんかゴム、なんていうの、ビーズだからさ、そのどんな指にも入るのよ。買ってしまった。これめっちゃ可愛いっていう、いきなりの購入品紹介でした。今日なんならメイクポーチ隣にある、メイクポーチ隣にあるんよ。可愛いよね、ガサガサ紹介する手が可愛い。ありがとうございます。そうだね、ピンクと白です。今日のリップはなんか勝手にママが買いました。大丈夫だから、ちょっとよくわかんないです。ティント、なんか濃いティント、超えてるかわかんないんですけど、こっちだ。私のメイク道具でも紹介します。いらないか、なんかこれメイク紹介は紹介でさ、そういう配信したいよね。みんな今日スピンだからメイクできるんだけど、もうめっちゃ美人です。でも別に今も怒んないですけどね、借りたとこで。だってママも私の使うもん。私の肌がどうやってできてるかと言いますと、今日は全くもって化粧はしていないんですが、基本的にはこの子たちで私の肌はできています。これスクショしてくれたら女の子使えるかな。これ使ってます。じゃじゃーん。ジョンセンムルのクッションファンデ、焼け止めも入ってるしめっちゃいい。これめっちゃいい。これね、コンシーラーいらないぐらい隠れる全部。これはお粉イニスフリーのノーセバムブラーパウダー使ってます。スクショしました。男の子ありがとうございます。恐れしますか、女子には嬉しいか、まあ、パパって紹介しよう。じゃあ男性もいるしね。今日のとこはアイシャドウはこれ使ってます。リセのグラマラスモード、グラマラスモードってアイパレット BR2 番。じゃじゃーん。これねママにもらったんですよ。ちょ鏡ついてるから、ちょっとこんなちょっと使いかけで申し訳ないんだけど、
こんな感じで使っております。でもなんか結構毎日のようにね、私メイク変えちゃうから。あとこのキャンメイクのこの14番をの赤をとかを最近はここら辺ねすごく薄く塗ってるかな。マスカラはこれヒロインメイクの茶色です。細いのと太いの塗ってます。ビューラーは資生堂。チークもキャンメイク。めっちゃ私プチプラキャンメイクちょっとめっちゃ使ってる。チラこれを以前いただいたアナスイのこのもともとピンクい筆なんですけど、このチークでピピピって塗ってます。あとはこれ最近ママにもらった、ママが間違えて2個買ったって、シュウエムラの下地。これはよくわかんないです。まあ、でもママがくれたから使ってます。高いし。香水使いますよ。夜中に気になるしな。あとはこの人大好き、人じゃない、セザンヌパールグローハイライトの03番。これ私これなきゃもうメイクできないっていうくらい大好き。ここにね塗ったよ、そういえばここに塗った。あ、メイク完全スピじゃない、ここにこのキラキラ分かりますか、この光るの、これこれめっちゃいいハイライト。私多分めっちゃ安いですよメイク道具。この間の SK48 の平均手当アンケートでなんか一番高いもの教えてくださいって言われて、高いもの持ってなさすぎてめっちゃ安く答えましたもん。なんか正直あんまメイク道具興味ないっていうか、まあいっか。眉毛はこれ、これめっちゃ使ってるからちょっと隠そう。キャンメイクのミックスアイブロウ02番と眉マスカラはこれちょっと何番かな、これ03番で、この子で、あ、このエクセルのやつでぼかしつつちょっと描いてます。まあ、今日使ってないです。めっちゃみんな聞いてくれるね。アイライナーはこれ、ラブライナーの茶色、濃い茶色だった気がする。いくらかは覚えてないですけど高くないです。ママにもらったこれだけ高いぐらい。あと全部あの薬局とかで買えると思う。あ、コンシーラーはもう今はこのジョンセンムルが良すぎて、これ使ってないんですけど、でもジョンセンムル使わないときはこれ、どこのだったっけ、ザセムだ、ザセムのコンシーラーはこれ使ってます。ラストバンガイ編、ファンの方にもらったピン、ぼちゃっことキキララ、めっちゃ嬉しい。これ毎回使ってます、レッスンじゃない、メイクするとき。これね、ファンの方がくれたの。めっちゃ可愛くないですか。これめっちゃ可愛いよね。私これめっちゃお気に入り。
キララとポチャコ。なんか毎日ね両方好きだから交互に使ってます。めっちゃいい。前でもピペって止めます。あと番外編2、これがもうだなきゃ私はダメ。パナソニック、あパナソニックのこれ、ホットビューラー、これは使ってます。これはアマゾンとかで買いましたって感じですね。はい以上です。あもう一個あったわ、これゆずきにもらったクリオの10番。なんか指原さんが総選挙で使ってたみたいな感じでバズってたやつです。これ欲しいって言ってたゆずきがね誕生日プレゼントに前くれました、何年か前。かわいいです。です私のいきなりの化粧品紹介でした。桃子はスクショしてくれたかな、もし使えそうなのがあればぜひ買ってみてください。下地以外多分お手頃に買えると思うのでぜひ。そうまつげのアイロンですね、ほぼいきなりで。あーでも男性もありがとうございますって言ってくれてありがとうございますね。メイク時間どれぐらいかかる？15分から20分かな。そんな長くないです。パッ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 パーって終わっちゃう。下地とザセム、ザセムはそんな高くなかったです。2個ついて、リフィル付きでいくらだったかな、3000円とか。でも妥当なのかな、安くはないけど。でも全然なんていうの、減らないっていうの。だからなんかめっちゃいいです。減らない上にリフィルついてるからずっと使える。本当にコンシーラーいらないのよ、ザセム天才。クマタワーどこで見るの。あートールちゃんありがとうございます。クマタワーありがとうございます。熊の近くありがとうございます。3000円の価値はめっちゃあります。十分化粧水と乳液は本当男性にもおすすめ。でもわかんない、肌に合う合わないがあるからちょっとなんとも言えないんだけど、私はこれめっちゃおすすめ。本当にめっちゃいい匂いで、これ確かね値段もこのサイズが中間サイズっていうのかな、特大ではないんですけど、このサイズで1290円です。これめっ持つ、もっと持つのは乳液、このサイズでめっちゃ持つ。これはこのサイズで450円、めっちゃいいよこれ。本当になんか私はこれ1本使い切るのにこれちっちゃいのがちょうどなくなるぐらいでちょうどいいから、私はいつもこれは大きいの買わずにちっちゃいのと大きいので買ってます。この商品名はクリアケア化粧水とクリアケア乳液です。ちなみにこれは高保湿タイプです。じゃん、コスパ素晴らしいよ。ほんとおじさんだけど化粧水はつけてるよ、いい子だね。それ私じゃないか。クリアケアめっちゃいい、無印行ったら多分どこでも売ってます。ハンドクリームあんま使ってないけど、誕生日プレゼントにジェルのハンドクリームをいただいて友達に、だから使うときはジェルかな。あでもいろいろ使うかも。なんかハンドクリームはもらう機会が結構多くて、うん、通販番組ですか。確かに是非みんな使ってみてね。で香水は私は
何種類か持ってて日によって変えるけど、ジルスチュアートが多いかな。うん、何ってあれの匂いが嫌いな人いないんだけど、みんな使ってるっていうね。ドルガバなのか、ドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。ドルガバではございません。ジャパネット、ジャーン、これ歌ったらバンされるんだった。ジルめっちゃいい。あと香水何使ってたかな、ね、なんだっけ。でも私自分で香水買わないんですよ。ママが化粧品とか香水をめっちゃ持ってて、ママに借りるので、自分のってなるとジルかな。でも今は白の香水を狙ってます。欲しい。白もでも多い、使ってるメンバー、なんかみんな詳しい。そうか、男性も女性もでも使うもんね。自然派や。なんか朝とかつけてほんのり残ってるぐらいが好きです。でも私は正直香水も好きだけど、髪の毛のオイルが好きで、髪の毛のオイルのなんていうの、シャンプーとかそういうのの匂いがめっちゃ好きです。最近男友達が化粧に目覚めたらしい。めっちゃいいじゃないですか。私なんか男女ともに化粧ってやっぱ時間かかるし、お金もかかるものだから、それをちゃんとやるってすごいいいなって思います。個性があっていいね。個性つけてない、つけてない方も結構いるよね。男性も化粧する時代が当たり前になったのね。うん、どっちでもいい、まあ、個人の自由ですからね。最近は化粧してもマスクでメイク落ちちゃう。あ、私あれ使ってる、なんかメイク崩れ防止、効いてるかわかんないけど、化粧終わった後にスプレー吹きかけてます。毎日化粧してる女の子はすごいんだよ。こうやってね、おさぼりしてる女子もいるのか。私何のあれ使ってるかよくわかんない。ピンクのやつ使ってます。あの子は偉大よ、本当に。褒めてあげてね。毎日お疲れ様って。アニメの配給来週から始まるね。嘘、めっちゃ楽しみ。イエーイ、楽しみが増えた。私今見てるのは、私たちはどうかしているっていうドラマしか見てないから、楽しみ。私たちはどうかしているは漫画で読んでて、完結してないんですけど漫画だけど、ドラマ化されるっていうことでめっちゃ楽しみで見てる。ハイキュー見てますよ。ハイキュー好き。よくねレオンと喋ってます。あ、私たちどうかしている見てる。お、最後ねめっちゃ食べたくなる。ハニーレモンソーダ映画化するね。びっくりよね。嘘、固まってた。よかった、復活したみたいで安心。お当分の花嫁、あ、2期始まるんだ。固まってた。まあいいか。
熱くない、全然熱くない、パッド、びっくり。 iPad にはね何も入ってない、連絡先も何も入ってないから通知は来ないです。とにかく可愛いが始まるのもめっちゃ嬉しい、超楽しみ超楽しみ。半沢直樹はパパが見てて、たまに時間が合うと一緒に見るんですけど、たまにしか見たことがないから話が分かんないです。な、東海ラーメンを買いました。ありがとうございます。私今ラーメン我慢してるの。12周年が終わるまでラーメン我慢してて、ラーメン我慢してて10月5日が終わるまではラーメンを食べないの。私は早く食べたい。これあ、大世界 TikTok のやつ、そう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 。なんかさ、じゃん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 じゃ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 、こっちはずっとこのリズムで、こっちでリズム変わるんですけど、なんか急に思い浮かんじゃったよねこれ。じゃん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 じゃ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 、ピアノシュートできるみたい。ピアノやったことないんですかね。なんかできるんですよね。でもこっちを速くするのはできないんですよ。じゃん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 じゃ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 、できないのよ。そういうの絶対できない。DM に TikTok 風の動画送っといたからよかったら見てね。ありがとうございます。見ます。できてるかどうかわからん。聞き手の問題なんかな。 iPad 配信めっちゃ快適。ここに携帯があるっていうのもめっちゃいい。だってこうやってさ、なんかあった時は携帯こうやって開けるのよ、調べれたりするのよ。ほい。何のはいって感じですけど、もうすぐだ、1時間配信してますね。そう、調べたりできるのいいし、なんか今後さ、ズームとかでさ、この台本がさ携帯で見れるのがめっちゃいい。ありがとう iPad。 うん、じゃあ1時間ぐらい配信しようかな。あと5分ぐらい。パッ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 パー、二台持ち便利便利便利。確かに大富豪しながらできるよ配信。開いてみよう。いつかやるね。じゃあせーのとかでやりましょう、みんなで。でもさ、ファンの方もこう二台持ちしてないと無理なわけじゃん。ちょっとそれあれよね、人によるもんね。ちょっと今から一言メッセージだけちょっと更新しよう。好きな言葉はなんとかです。好きな言葉はなんかないかな。笑顔、今日もニコニコにしよう。顔文字つけとこう。よし、更新、一言メッセージ更新。めっちゃコイン溜まってる。K2 ガチャ引いてみようかな。10連10連引いてみよう。全然光っちゃって見えないけど、4000コインで10連ガチャ回しますか。回します。 K2 チーム K2 出るかな。自分引くよ。えい、
チュウさんの星読んでた。サリちゃん、サリちゃん、ラブリーだった。ちょっと見えないか。低くすれば、え、なんかどうしたら見え、見えないか自分で見るね。アイリーの星1、ユズキの星3、ユズキの星1、ルンさんの星1、ナルピーの星3、ルカの星3、ラスト、キラキラ、います。チュリさんの星5が出た。チュリさんの星4とチュリさんの星5が出たよ。いえ、めっちゃ嬉しい。ねえ、嬉しい。もう一回ぐらい引いてみる。もう一回だけ引こう。え、待って、私なんでこのコインあるんだ。わかんないけど引いてみるね。いくよ。自分が出るまで終われません。あ、今回虹色ない。あ、待って待ってなんかおかしいなって思ったの。ちょっとチーム S だった間違えちゃったぜ。ちょっと可愛い君名探が出たからちょっと可愛いな。間違えたよ、 S 引いちゃったよ。 S 引きます。それもお金持ちなんですよね、大富豪。いくよ。あ、全部全部これ。ペペ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 。あ、ユッチの星5が出ました。自分出ない。チュッさんの星4のレベルめっちゃ上がった。あ、お SEC スペシャルのカード当たるって。ダイヤのかけらが50溜まったから、じゃあ行きますね。もう一回引きます。ドゥルン。あ、2枚あるよ、キラキラ。さて、ドンドン、いきます。モトラブリの星4が出た。ドン。あ、アーヤの星5が出ました。ドン。あ、サリちゃんの星5が出ました。自分出ないね。コインどんだけある。ほんとだよ。でもメンバーはあの一言のやつ上にあるじゃないですか。あれをファンの皆さんがいいねしてくれた数いただけるんですよ、コインが。だからファンの方のおかげで私コイン溜まってる。ありがとうございます。ファンの方がね、押してくれれば押してくれるだけ私はコインが貯まるので。しかも私あんまガチャ引かないからね、ずっと貯まるのよ。私全然出ないね。どんどん引こう。あ、自分の星2が2つ出た。あ、アーヤの星4。他のメンバーが充実していきます。でもちょっと楽しいなこれ。まだ全然引けるっていうね。だからめっちゃね、ファンの皆さんにね、そう、そういうシステムなのよ。だからファンの方が今もいいねしてくれたら私にコインが入るから、この中でね。なんかめっちゃね、ありがたい。だってまだ弾けるもん。あ、来たよ、いけ。お、ゆずきの星5ですね。自分が本当に出ない。いちごしがじゃ待った方がいい。いや、あと2回だけ引きますね。じゃあさて、自分の星4と星5は出るのか。みんなありがとう、いいねしてくれて。うっ、え、びっくりした。普通のやつなのにオシリンの星5出た。あー、出ないですね。自分の星2めっちゃ出るな。出ない。星4すら出なかった。よし、これラストにしよう。お、
1枚あるし。いくよ。おさりちゃんの星4。いきます。ドン。チュッさんの星3。さりちゃんの星4。2枚目。こことここ。えい。さりちゃんの星5。また出た。ゲゲゲ。いいのあるんだけどね、自分出ないっていうね。ラスト。あ、ちょっとまた SEC 確定。もうこれラストにします。ラスト確定だしね。あ、なんか良さそうじゃない。いくよ。ドンドンドン。うん、エゴシの星4、アーヤの星4。ラストラスト。ラブリンの星5。自分出なかった。まあいっか。でもまだね、全然恋あるんですよ実は。だから一応1勝てが1番あったら出ます。希少価値高いから出ない。そういうことか。リア度が高いのか私は。どうもありがとうね。早っ、もう45いいね。ありがとうございます。めっちゃコレクションさ、自分以外の K2 上がった。自分全然だね。でもめっちゃ自分のカード持ってます。一押しガチャよくやってるから。一押しガチャ始まったら全然引きます。あとまだまだいっぱいあるのでね。はい、ということで最後に、いい、なんか楽しいねガチャ。私さ、全然知らないゲームとかのガチャ引く YouTube とかめっちゃ見るんですよ、楽しくて。だから楽しかったです。1時間経ったのかな。じゃあそろそろ終わりにします。ありがとうございました。2ヶ月後は誕生日です。21歳になります。楽しみ。ありがとうございます。最後にこっちどっちか分かんないけど、ミラーボール、ありがとうございます。じゃあまた皆さん、また来月お会いしましょう。私は12周年とアイアライブと、なんか本当に忙しい時期がすごく続くので頑張ります。毎日タンプレソースを買いに行かなければ。ありがとうございます、嬉しい。イエ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 イ。あ、またありがとうございます。ミラーボール、イエイエイ。じゃあスピンメガネでレッスン着で失礼いたしました。じゃあ皆さんおやすみなさい。またいつか24日かな、お会いしましょう。じゃあおやすみ、バイバイ。あ、またありがとうございます、イエイエイ。じゃあね、バイバイ、おやすみなさい。